チャオ、あちゃんです。今日はあちゃんのお昼ご飯やねんけども、パスタにします。昨日のクリームシチューのね残りで、クリームシチューカルボナーラでも作ろうかなと思ってね、作ってきます。でこの動画にはねちょっと、みんなに気づいてほしいこといろいろ練り込んどくんで、ね、もうざっくり面と向かってやっちゃうと、結構今消されたりするので、ね、いろんな動画にね情報を練り込んでいこうかな。情報っていうかね、みんなに気づきを持ってほしい、自分の目でいろんなものを調べていろんなものに気づいてほしいなっていうのがあって、それをね狙って作っていくんで、ただの料理動画じゃないんやけどね、そういう話もしながら作っていきましょう。はい分かってみんなに気づいてほしいのよ。はい、茹だってきたらね、ここにね塩入れます。これ海のせい、海水天日塩です。海水天日塩をね入れるのことでね、美味しいパスタが茹で上がります。でポポロスパのね一束、7分茹で、7分茹でをね6分茹でます。ちょっと短い目にしてね、アルデンテにしてみたいんで、入れていきましょう。ではこれを入れてる間にね、この横で、クリームシチューもね、温めながらね。クリームシチューをね、こう焦がさないように温めていきます。卵をねこうやって、クリームカルボナーラはね、どっちかっていうとパルメザーノレッチャーノチーズを使うんやけど、今回パルメザーノじゃなく、とりあえずちょっとねこう混ぜ混ぜしときます。卵をね、ブラックペッパーはねお部屋でかけます。ここにねチーズも一緒に入れて混ぜたらええねんけどね。今回ここにねとろけるチーズを混ぜときます。両方ともね、うまく焦がさないように、焦がさないようにね、こっちも混ぜながら、パスタもね、くっつかないように混ぜながらね。あ、タイマーしとくの忘れた。何分ぐらいやったかな、分からへん。適度に茹でましょう。タイマーを済ませるった。
天然の。時間がわからんくなっちゃったからね。はい、何の話を紹介したのね。トラちゃんの話にしてもね、今日、ちょっとだけね、いろいろ気になることがあって、いろいろ調べ物をしながらね、で、テレビもね、つけながら見とったらね、某国民放送でね、報道しとってんけど、アメリカにね、今ちょうど、軍隊を招集してんのね。で、アメリカ中今すごい軍隊があって、現地の人からの、情報がね、Twitter とか YouTube とかでいっぱい上がってんだけど、すごい軍隊が招集されてる。で、それは、どうもね、トラちゃん陣営が、軍は、トラちゃん陣営やねんけど、それで集めてんねんね。で、それがワシントン DC にすごい数の軍隊が今集まってるらしいんだけど、それをね、テレビで報道してるのがね、すごい偏った報道で、あれです。トラちゃんが1月6日の、国会のあれを集めたのが暴動やと。だから、30秒でいけんな。だから、それを阻止するために、次、何か起こしたらあかんから、軍を集めとるって、そんな報道ですよ。もう完全な嘘報道。俺もね、嘘って言い切ったらあかんのかもわからんけど、日本のその報道統制はすごいなと。やっぱりその、ね、トゥイティは、トラちゃん側の人たちのアカウントを永久バンしてね。で、それに近いことを言う人のアカウントも今バンしてんのね。情報ね。あっちゃんも下手につぶやかれへんねん。YouTube もそうやけど、下手に言っちゃうと、バンされる場合がある。で、今回この辺ぐらいまでは OK やねんけど、どうしてもね、かなりやばい情報があって、で、これをね、ちょっとこの中へ入れて、ちょっと混ぜながら、で、ここに、よいしょ。これを混ぜてね。で、ここはちょっとこう、完成です。そんな感じでね、かなり報道統制されて、まだこれね、続きね、食べながらお話をしましょう。はい。食べる動画に続きます。こんな話で、ね、ちょっと今日はね、作る時間もっとあんのかもった。意外と作る時間が短かって、内容がね、すごく少ない。話になっちゃったんで、またね、引き続きね、これ気づいたらね、まず各自で調べてみるってすごい大事だと思います。パスタはね、茹でたって食べないといけないので、すぐ食べます。では、お部屋移動します。